どうも皆さんこんにちは、草薙チャンネルにようこそお越しくださいました。なんかね、このパウダーとかもね結構珍しいんですよ、この色とかね。うん、これ一応後付けって言って、普通のね、このボディに後からこうちょっと来るじゃん。ちょっと破壊したついに。じゃあ、あなたそういうことしてると、これをこれをやりますか。これをこれでしか、あなたこれでしか、これでしか。あなた、私はね、チャンネル登録を増やすためにね、 YouTube を頑張ってるわけですよ。日々精進してるわけですよ。あなた、あなたもあなたもね、ちょっと協力してください。あなたね、ダメよ。わかりますか、わかりますか、わかりますかね、くるちゃん。どう今日の俺の。そう、これだ、結構ね、古いんじゃないかな、これも。後付けってことだから、後付けパーカー。そうそうこの色好きなのね、こういう微妙な、何なんだろうね、これ。なんか焦ってる、焦ってるコントだって好きなの。なんかダサいじゃない、これ。ダサいじゃない、これも。何だこれ、なんかブリーチしてなんかこう色がなくなっちゃったとかな、古着っぽいでしょ。なんかこういう微妙な青みたいなのさ、なかなかなんかね、ないよね。ちっちゃい子が着てる感じですよね。ガンガンね、なんですけど、今日はね、あのね、いつもパーカーとかスカジャンとかね、デニムとかライダースとかが多いけど、今日はジャケットを皆さんにね、お見せしたいと思います。なんすか、大体的に俺の靴下はなんてあかんだそんなことするようになったんですかあー、そうなんだ。靴下は皆さん言いましたか、今。俺の靴下は黒が、俺の YouTube を妨げるようだったか。黒、お前すごいね。あんた、え、すごい。俺の靴下を取って、これはもう、あれだな、強行手段って言ったな、お前。お前は、俺の靴下を、くんちゃん、構えなの。そんな、何、自分の趣味とかを話すなって感じなわけ。ちょっと、いや、くんちゃん、あなた、偉くなったもんだね。靴下で重ねちゃった。今、証拠取りましたよね、皆さん。俺の靴下の、くるみが、なんとこれ事件だ。くるみ、僕は好きなものを、私物を自慢するだけでしょみたいな感じで、あなた俺の靴下取り持ったで、いいんだよ今日は。だからね、ジャケット紹介するんだけど、おもうちょっとなんかもうテンション上がっちゃったじゃねえかよ、この野郎こうね、ちょっと待ってて。そう、あのね、そういう、なんだろう、うん、結構ね、清掃な感じがないんでね、ジャケットを持ってきたんですけど、まあでもね、普通のジャケット持ってきてもつまんないかと思ったので、今日はね、カバンのジャケットを持ってきたんだよね。よく着るんだけど、結構使い勝手よくて、カバンのジャケットって。例えばなんか今だとさ、もう超リラックスしてる感じじゃないですか。でちょっとさ、例えばちょっとした、まあ別にフォーマルじゃなくてもいいレストランとかなんだけど、でもなんかちょっとこれだとなんか部屋着でちょっとパジャマっぽくて嫌だなってちょっと思いがちなんだけど、じゃあでももうすぐ出かけるってなった時に、パーカーだけどこうなんか革のこういうジャケットを羽織って、もう時間ないから早く来てって言われた時に、こうやってこれ一枚こう羽織るだけで、革だとなんかそれっぽい感じになるでしょ。ほら、あ、お待たせみたいな感じで、あ、ちょっと遅れちゃったーってなって、こう座ったりすると、もう席に座ると、まあ暑けりゃ脱がないといけないんだけど、でもなんかさ、革のジャケットって合わせるのがすごい難しいなとか、そんな感じがするんだけど、実は使い勝手よくて、うん、汚れたりとかこうシワになっても、それがすごい味になって結構長く着れるの。そう、だからもう結構好きで、あの革のこうテーラードっていうんですか、こう。だってこれなんかさ、それなりに見えないですよ、これで。ちょっとなんか歩いてると、あ、なんかあえてパーカー合わせてんのみたいなそうだからね、実は合わせるの難しくないんじゃないかなと思ってるのね。でこれ中 T シャツでもいいし、あとニットとかでもすごく良くて、
なんか上に例えばジャケット普通の生地とかももちろんねコーディロイとかもかっこいいと思うんだけど、でなんかね今照明があれなんだけど、まあ照明この間ね間違えちゃってね、グリーンを買ってんのに青を買ってんじゃないかね、あれねグリーンを最初から買ってたの。そう、あの照明によってテカリがなんかねこう艶っぽく見えるんですよ、かっこよく見えるっていうか、簡単に言うと夜とかライトがもうちょっと黄色いこういうライトとかのこうさ、例えばさほらなんかさこう光るでしょ、こうやってほらわかりますか、例えばこうやって例えばバーとかでさこうなんかさちょっと大人っぽく見えるわけよ、こういうシワが俺の好きな中に、うん、ほら光ってるでしょ、なんかこれでさこうなんかウイスキーとか飲んでたらさ大人っぽく見える、これ光ってるでしょ、ほら違うでしょ、印象が。だからすごい使えると思うんだよね。そうで、だから革のジャケットすごいこうテーラーのだからライダースとかも革ジャンなんだけど、こういうジャケットの形になるとすごく表情が変わるんですよね。うん、だからすごい好きで、もう一個持ってて、こっちはねちょっとね大きいんだけど おじさんっぽくていいっていうか、うん、肩とかもちょっと大きくて形がやっぱちょっと違くて、これはこれでなんかよりなんかトラディショナルな感じがして、でこっちの方が革がなんか厚くて、そうこれねなんかあんまり気使わないで着れんじゃないかなと思って、これあんま着てないんだけどね、これ昔のやつだと思うんだよねタイプがね、でもなんかいいでしょ、この結構革ってやっぱ一個一個個体差があって厚みがもう違うのね、なんか同じ形だとしても微妙に一個一個違うからよくこうやっぱちょっと着たりとかして、でやっぱりなめしっていうんですか、僕はあんまり詳しくないんですけど、そこまでなんかなめしによって革のなんかこの柔らかさとかが違ってくるので、なんかこれも非常になんかおじいちゃんとかになった時に着たらかっこいいなと思って、でもうちょっとシワとか入ってくるといいんじゃないかなと思って、こういうのでバイクに乗ってもいいかもしれないね逆にね、うん、そう、これはでも結構クロムハーツのやつだから結構高かったんだけどね、もう着ないとな、これほとんど着てないからね、そっちは結構着るんだけどね、これちょっと重いっていうか、うん、どこのブランドでもそうですけど、あのこれは定番ですって言って、定番だからと思って、あすごいいいなと思ったんだけど、で次のシーズンになってもちろん同じ形で定番なんだけど、なんか若干去年の方が気に入ってたなーなんていう経験がよくあると思うんだよね、だから革とかそういうものって自分が本当にあいいなこの形いいなとかこの重さいいなと思った時に買わないと、定番でもすごいね毎年多分同じにはできないから買った方がいいんじゃないかなと思ったりするね、うん、そう出会いですよね、ものって本当に出会いだと思う、今日からこれ着ようかな、こっちがすごい好きすぎてこっちの方が似合ってたでしょ、僕なんかさ、こっちやぼったいの、でもやぼったいの、これ肩がね、なんかね、こっち好きじゃないんだよね、このジャケットって肩だと思うの、なんかこれって少し出てるのね、で僕の肩にはハマってないの、ここが少し出てて、ね、ボコってなっちゃってんじゃん、ほらちょっとこっちこういう形なんだけど肩だと思うの、ね、言わなきゃ分かんないのよ、だ言いたくなかったんだけどだいつも着た時にあ肩かなーって、なんかちょっとここ自分的にはこのアームホールのこの肩がハマってないなと思ってて、まあでもなんか着倒してたら良くなってくるかなと思って、こっちの肩見てこっちの肩もねスッとねハマってんだよ、だからねこっちばっかり着るんだけど、こっちのね肩が綺麗、なんかねこっちの方が肩になる、ほらなんか僕の肩にこう当てるっていうかさ、肩とかねなんかこう見て、まあ、こっちの肩の方がいいかな、こっちのなんかこうシュッとしてるっていうか、うん、まあでも好みだね、だからね、うん、なんか最近はちょっと直したりとかもできるというのもあるしね、うん、そうということでね、はい、ジャケット編ということでね、レザージャケットなんで大人になって着てみるといいかもしれませんね、モテちゃうかもしれませんよ、はい、ということでチャンネル登録よろしく、バイバイ、クール今日もいっぱい遊んだね、楽しかったね、虹も出てるよ少しね、画面に、あ、どうも皆さん、ツイッターとインスタもやってますので、そちらの方もコメントよろしくお願いします、覗いてみてください、まあ、まずは YouTube チャンネル登録よろしくね、ご視聴ありがとう、バイバーイ、クルちゃんあっち見て、あ、見た。
すごいね、あなた。